はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校受験対策の関数シリーズ第39弾お送りします。で、今回この問題やっていきますので、まず一回動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安なところがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。では、一回ちょっとズームアウトしますね。画面下げますのでお待ちください。よいしょ。もうちょっと行き過ぎかね。これでいこうか。で、今回はやってるこの上の部分ね、簡単に確認していくと、まあ、和夫さんがいるわけですよ。で、本返すために図書館に行きたかったと。で、よくまあ、この出てきますよね。こういう、なんだろう、速さが変わって、角度がね、変わってくる図グラフがあって、で、まず、午後4時出発です。ここ4時ですね。出発して、5分間走りました。だから、ここが5分間走ったところです。で、まあ、疲れたんでしょう、きっと。走ってて、途中で歩きましたと。で、歩いたのが90秒で、毎分90の速さで10分間だから、ここ。これ歩いたところ。で、図書館到着しました。ここはね。到着して、で、まあ、本返すとか、いうね、まあ、いろいろあったんでしょう。で、図書館で過ごして、毎分100の速さで帰ってきました。そしたら、ま、45分後、4時45分に到着しましたよ、というのがグラフで表されています。で、受験の時、本番の時はこれやらなくていいんですけど、もしみんながその問題集とかで、こういう問題に出会った時、もしね、ちょっと、なんだろう、まあ、ゲーム感覚ではないんだけど、もしよかったら、問題、問1とか問2、まず無視して、全部の関数、今だったら1本、2本、3本、4本ありますよね。全部の式出してごらん。だいたいま、それ使うからさ、問1からどういくつか分かる、答えで使う時もあるんですけど、全部出せねえかなって考えてみるといいです。で、ものすごい難しいタイプになってくると、ちょっと単位を気にしなきゃいけない時も出てきます。でも今回は、例えば1800メートルだし、毎分90メートルって言って、メートル合ってるんで大丈夫なんで、まあそれは意識しなくて大丈夫なんですけど、まあまず出していきましょう。傾きとあと直線の式をね。で、まずスタート。スタートは原点通ってるから比例じゃないですか。で、比例っていうのは y イコール ax でいけるわけですよ。傾きだけが欲しいわけ。切片0だからね。で、このタイプの問題の楽なところっていうのは、傾きが速攻わかるの、基本的に。なぜかっていうと、毎分180の速さで走ったんでしょ。180、1分間で180メートルずつ進んでいくの。1分間で。それ傾きだから、そのまま。だから、ここの式は、y イコール 180x です。で、終了。で、次。ってことはね、次っていうか、その時に、ここ出しちゃうといいよね。ここ。なぜかっていうと、y イコール 180x って式が分かってて、しかも x が5って分かってるから。じゃあ5代入しちゃえばいいじゃんって話でしょ。つまり 180×5 だから、ここ900なんだよね。まず座標もすぐ分かる。じゃあ次行きましょう。ここ、歩いたとこです。これは、毎分90の速さで歩きました。毎分90で歩いてるんだから、y イコール 90x は決定です。ただし、今回は傾きがあります。今、このグラフだと分からないんですけど、伸ばしたとき、こう伸ばしたときにここにぶつかりますね。切片ができる。これ傾きじゃない。ごめん、切片が。ただ、b 出さなきゃいけないんですよ。でも、これも楽です。なぜなら、y イコール 90x まで分かってる。で、しかも、通る座標が5の900も分かってるし、15の1800も分かってるから、どっちでもいいです。どっちでもいいから代入しちゃえばいい。直線だろうが、二次関数みたいにこうね、カーブ、曲線になってようが、その関数の上に座標が乗ってればもう代入しちゃえばいい。代入しちゃう。まあ、数ちっちゃえば楽なんでね、こっち入れちゃいましょう。5と900代入すると、y に900、x に5です。そうすると、900、イコール9、90×5 だから450。プラス b なんで、まあ、まとめると b イコール450ってわかります。つまり、ここの直線の式は、y イコール 90x プラス450ってことが分かりました。これで2つ目終わり。はい、じゃあ3つ目行きましょう。で、3つ目はですね、真横です。真横っていうのは、y イコール定数です。数字。これ、決まりね。まっすぐ縦のグラフっていうのは、x イコール定数。まあ、数字です。で、今 y がここ1800のとこですよね。1800のとこが真横になってる。つまり、この直線の式を無理やり書くんだったら、y イコール1800で OK です。まあ、ここのね、
真横の直線の式出しなさいはほぼ出ないです。ないですけど、まあ一応ね、出しましょう。全部ね。で、ラストです。一番狙われるのはここです。ここ。で、まず大事なことは、今、毎分100メートルの速さで帰ってきてます。帰ってきてるから、傾きが負になります。ね、落ちてるからね。でも、毎分100って数字は分かってるから、下がってるとこだけ気をつけて、マイナス 100X にします。これだけ。で、ここも同じです。傾きが嘘、傾きじゃない、切片がありますので、まあ、直線伸ばした時にね、まあ、上の方、ちょっと画面外になっちゃうけど、上の方ぶつかるので、そこの切片を出したいと。でも、これも出せます。なぜかっていうと、ここ。45の0ですね、これ。ちゃんと書くと。45の0っていう座標だから、それ代入しちゃえばいい。代入。そうすると、こっち0。ここに45入れると、まあ、100×45 が4500なので、B イコール4500になります。まとめるとね。だから B は4500。Y イコールマイナス 100X プラス4500と出ましたということで4つ出ました。はい。受験の時やんなくていいんだよ。やんなくていいんだけど、まあ、練習問題。過去問とかもね、時間気にしてやるからこんなことやんなくていいんですが、ワークとか問題集で出会った時はぜひやってみてください。一回。これ全部出す力って非常に大事だからね。どっかで活かされるから、必ず。じゃあ前置きが長くなりましたが、1番。加藤さん、午後4時3分に郵便局の前通りました。家から郵便局の前までの道のりに求めなさいということで。3分ですね。3分どこかっていうとここです。まあ、0と5の間だからこの辺でしょう。つまり、ここの、この時の Y 出せよって言ってんの。家から離れた距離だからね。ってことは、どこの式、今4つありましたね。この式、この式、この式、この式ありましたけど、代入する、使うグラフはこれですよね。Y イコール 180X。じゃあ、それの X に3を代入すればいいから、Y イコール 180×3、つまり、540メートルと。これで終了です。1番はね。で、2番は、図書館へ行く途中で歩き始めてから図書館に着くまでの X と Y の関係を式で表しなさい。ただし、X の変域を求める必要はありませんと。歩き始めたとこ、どこかっていうと、ここですよね。ここの X と Y の関係、つまり式を出せ。もう出してあります。じゃあ書きましょうってことで終わり。2番は、Y イコール、90X プラス450と。これで終了です。で、今回は X の変域書かなくていいよって言ってるんで OK なんですけど、もし書かなきゃいけない状況だったら、このグラフは5から15の間しか使えません。X が。5から15。だから、書くとしたらね、5小なりイコール X 小なりイコール15と、これを書きます。今回書かなくていいんだよ。書かなくていいんですけど、変域を書くとしたらこういう風に。書いてください。で、次、加藤さんが図書館にいた時間は何分間か求めなさいと。いた時間。図書館にいたのはここの真横のとこですね。今、15分についてるので、つまりここです。図書館を出発した時間が欲しいんです、ここが。これがもし、30分だったら、まあ、15分から30分でずれて15分間いたことがわかるので、ここの X が欲しいなと。じゃあどう出そうかって時に、つまりここの座標は欲しいんですよね。ちょっとごめん、矢印いっぱいになっちゃうけど、ここの座標が欲しい。こうやって。で、ここは X はわかってないですけど、Y が1800はわかってます。こうやって。わかってる。もう片方の座標がわかってて、しかもここ、y イコールマイナス 100x プラス4500のこの関数も分かってるから、はい、もう代入しちゃえばいいじゃんって話です。いいね。つまりここの y の部分に1800を代入します。そうすると、1800イコールマイナス 100x プラス4500となるので、まとめましょう。100x イコール2700。つまり x イコール27と分かりました。だから、ここが27です。27。つまり、何分間いたのって言ったら、27から15引いてもらって、図書館に滞在したのは12分間。ってことがわかります。で、4番ですね。もうこれ絶対あるパターンでね、もう一人登場です。買い物に行った時はだいたい、財布忘れてるんだよ、兄ちゃんが。財布忘れて、妹が届けるみたいなパターンがありますけど、今回は妹のミキさんが4時18分に家を出発しました。で、同じ道のり行ったら、4時33分に和夫さんと会いましたと。
じゃあ、ミキさんが図書館へ向かった時の速さ。ね、毎分何メートルか求めなさい。で、これをグラフに書き込んでいくと、18分にスタートしてるので、15分のちょっと右のこの辺かな？この辺にスタートです。つまり、ここ通ります。で、あとは33分に出会ってるので、まあ、33分この辺にしようか。この辺にしとこう。33分。ここで出会う。つまり、ミキさんのグラフを書くと、こういう感じです。いい？で、その時のミキさんの速さです。毎分何メートルか。速さは A です。今、傾きです。つまり、まあ、この直線の式の Y イコール AX プラス B のこの部分で出たい。出したいと。まあ、A だけじゃなくて、普通にね、もう AX プラス B、もう直線の式出しちゃおうぜって発想でも構いません。なぜなら、直線の式っていうのは今傾きも切片も分かってない。二つとも分かってない状態だったら、二箇所、二点通る場所が分かれば OK です。いいね。二点です。今一つはここ、18の0。これが分かってます。じゃあもう一箇所どこかって絶対ここだよね。ここの X 座標は33と分かってる。33。じゃあ Y 座標どうするかっていうと、こっちのグラフの上に乗ってるんだから、もう代入しちゃえばいいんだって。片方の座標分かってるからね。つまり、X に33代入すると、Y イコール、マイナス3300、プラス4500です。入れるとね。ってことは、1200です。計算すると。だから、ここ、33の1200と分かります。で、直線の式の求め方は、Y イコール AX プラス B に、例えばこの座標を入れて、4枚いきましょう。各スペースあるからね、ちょっと2つやります。まず、33の1200入れると、1200イコール 33A プラス B。で、こっちを入れると、0イコール 18A プラス B。となって、これの連立を解きます。一つのやり方。時間が今、12分。ちょっとあるんでやらせてください。せっかくなんでね。こういうパターンは B が揃うからもう引いちゃいます。B 消えるからね。そうすると、1200イコール 15A。A イコール80か。合ってるね。80。で、今はほんと A だけで、ほんとはいいんですけど、まあ、せっかくなんでね、B も出しておきましょう。あ、本番出さなくていいからね。受験の時。もったいないからね、時間。A 出しに行くと、まあ、下のグラフか。A に10と80代入して、0イコール、18×8。1440か。プラス B。合ってるか ?864 の。合ってるね。ってことは B イコールマイナス1440。だからもしミキさんのこのグラフが書いてあって、直線の式求めなさいみたいになってたら、Y イコール 80X マイナス1440。これがグラフの式。です。ただ、今は、速さ。なので A の部分ね、こっちが分かればいいから答えの欄に書くのは、毎分か、毎分80m と、あら、これで終了となります。で、まあ、この連立のやり方は特に数学が苦手な方なんかこっちでやると安定するかなと思うんですけど、まあ、傾きだけ求めろって言ってるし、もう一個のやり方としては座標が2つ分かってます。で、傾きA ね。まあ、変化の割合と同じです、A は。A っていうのは、傾きっていう名前と変化の割合って同じ二つ名前持ってるんですけど、変化の割合っていうのは、X の増加量分の Y の増加量です、公式が。X の増加量分の Y の増加量。で、難しく覚えなくていいから、座標が二つ分かったら、どっちからどっちを引くってまず決めます。個人的には、大きい方の数字から小さい方の数字を引くといいです。今、こっちの方が大きいですね、両方とも数字が。だから、こっちからこっちを引くと決めて、まず、X 座標を引いてください。それが 33-18 ね。こっちからこっちを引くと決めたからね、今。ってことは、Y もこっちです。こっちからこっちを引くから、1200-0。こうすると、これ15分の1200になるんで、結局80なんですよ。そうすると傾きすぐ出ます。こうやって、80。A ってね。こういう出し方もあります。これどっちも、学校でも両方習うと思うんですけど、まあ、どっち使っても構わないので、まあ、こんな感じで出してみてください。いいかな？では、今回はね、この4問やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。